聖墳墓協会に祈るインジ者、ピエール。ギオーム・ド・ティールによる年代記の差し絵性ペテロの像アミアンのイ者ジ者、ピエールで死去は、11世紀末に、フランス北部のアミアンにいた司祭で、第1回十字軍における重要人物。十字軍本体に先立ち、民衆十字軍を率いて、エルサレムを目指し、その壊滅後は、第1回十字軍にも参加した。 ノのジャンのギベールによれば、ピエールはアミアン出身で、北フランスのどこかで修道士の服を着て陰性していたとされる。また東ローマ帝国の提出に生まれた巫女で、歴史家のアンナ・コムネナによれば、ピエールは1096年以前にもエルサレムへの巡礼を目指したが、途中でトルコ人に捕まり拷問されて、聖地巡礼はならなかったとされる。文献によっては、 ローマ教皇ウルバヌス2世が1095年11月にクレルモン・フェランで開催施政地への軍の派遣を訴えたクレルモン教会会議の場にピエールもいたとある。しかし、フランスの人々に十字軍参加を訴える説教師の一人としてピエールの存在が確認できるのはこの後のことである。ノジャンのギベールは彼が陰性をやめて辻説教をするようになった目的は不明としている。 クレルモンの北1 5 0トルにあるベリー地方で活動を始めたピエールは道徳の立て直しを叫ぶ情熱的な信仰復興運動家としてたちまち熱狂的な人気を集めた。ノジャンのギベールによればピエールは常に裸足で質素な羊毛のチュニックとズキンのあるケープを着てロバに乗り集まった多数の記者を貧者に施し各地で居かいを沈めて 聖者のごとく崇められたという。ピエールは年齢不詳で長いあごひげを蓄え、姿は痩せこけて、背は低かったが、声は大きくその演説は、司教や貴族から、農民や商人、盗賊や人殺しに至るまで多くの人の心を動かすことができた。ノジャンのギベールは、ピエールの訴えに熱狂した人々が殺到して、彼の衣服やロバの縦紙を剥ぎ取り、 生遺物でもあるかのようにしまい込んだことを書いている。ピエールの呼びかけに応えて何千人もの庶民が武器を取り十字架を背負い手に城を持ってフランス各地から聖地への行進に加わった。非戦闘員の多い民衆十字軍は実態は大巡礼団のようなものであり、軍事的には何の役割も果たさないものであった。しかし民衆十字軍と呼ばれるピエールの軍勢は 貧者ばかりでなく、貴族階級に属さない裕福な自作能や商人、聖職者ではない属人も多く、後に一行の指揮官となる、無参考、ゴーティエ・サンザボワールなどのように武装した兵士や貴人、下級聖職者も参加している。フランスの中部から北部、フランドルなどを回る、ピエール一行には次々と貧者たちをはじめとする民衆が合流した。 十字軍への熱気の高まりで、中には聖地に着く前から、異教徒である、ユダヤ人を殺し始める者もおり、ロレーヌ地方やケルン、マインズなどのユダヤ人コミュニティでは、略奪や虐殺が行われた。エルサレムへの道を示すジ者、ピエール。1270年頃のフランスの写本装飾ピエール、率いる、フランス人の集団は196 19年4月初めに、ケルンに入った。 ピエールはここで、ドイツ人たちにも十字軍参加を呼びかけたが、待ちきれない、フランス人たちの一部は、無一門の豪邸を先頭に先に出発した。ピエールも、民衆十字軍の五つの部隊のうちの一つを率いて4月中に、ケルンを立った。騎士たちのように着飾ることのできない彼らの風体は行く、先々で怪しげに見られ、時に秩序を失う彼らは、各地で圧力を起こした。 途中のハンガリー領内などでは略奪も発生したことが記録されている。記録には行く先々で民衆十字軍の者たちが地元の者たちにここはもうエルサレムなのかと聞いて回ったというものもある。7月末にそのうちの3万人ほどがコンスタンティノープルにたどり着いた。東ローマ帝国皇帝アレクシウス一世コムネノスは予想外の大群衆の到着に驚愕した。 皇帝は、東方正教会を率いており、西方のキリスト教徒集団の到来を喜ばず、しかも万を超える群衆に食料その他の世話をしなければ、ならないことに負担を感じていた。民衆十字軍の貧者たちの多くはここまでの間に、脱落していた。ローマカトリックの範囲を出ると、彼らは、道筋の教区や領主たちからの施しを受けられず、植え始め、ある者は故郷へ戻り、ある者は、 各地の盗賊や領主に捕まり、奴隷として売られた。民衆十字軍の五つの部隊の内コンスタンティノープルにたどり着くことができたのは、ピエール率いる一行と無一門の豪邸率いる一行のみであり、彼らはここで一つの軍勢へと合流した。ピエールらは皇帝らと自分たちを聖地へ渡らせる船を出すよう交渉したが、その間コンスタンティノープルの政府は、 首都郊外で宿営を続ける民衆十字軍に対する食料補給が十分にできず、飢えた彼らが店を襲い始めたため、軍勢を厄介払いする必要が生じ始めていた。皇帝は、首都の無秩序がこれ以上広がり、さらに十字軍本体もコンスタンティノープルに集合して、彼の地位を脅かすことを恐れたため、ピエールらとの交渉を早期に決着させて船を停拝し、彼らを ボスポラス海峡の向こうへ渡らせることにした。8月初め、民衆十字軍はアジア側の海岸に到達し、ヘレノポリスという小さな町で宿営した。皇帝は小アジアのセルジューク朝領内を通るための護衛をつけることを約束しており、ピエールらに命令があるまで待機するよう伝えた。しかし、民衆十字軍は食料が欠乏しており、 アンナ・コムネナによれば、皇帝の命令を無視して、セルジューク朝領内に入り、キリシャ人やトルコ人の町や村を襲い略奪や虐殺を始める者が現れ、さらに彼らの持ち帰った戦利品をめぐる、内輪もめも起こり、自分たちも食料や戦利品を奪おうとして、本体を離れセルジューク朝に侵入する者も出たという。 近くの大都市ニカイアを首都とするルームセルジーク町のオークルチアルスラーン一世は起こり民衆十字軍の一部兵士が陥落させた城を奪還し十字軍兵士たちを殺戮したピエールは失意のうちにコンスタンティノープルへ戻り皇帝の助けを求めたクルチアルスラーン一世は残る民衆十字軍本体を壊滅させるため宿営地とニカイアの間に伏兵を置き艦長を 宿営地に送って本体を離れた者たちが二階屋を陥落させ略奪を始めているという噂を広めさせた。民衆十字軍は混乱に陥り先を争うように二階屋へ出発したが、復兵にかかり壊滅的打撃を受けた。神の助けで守られているとピエールが言った巡礼者たちはほとんどが殺され、残りは捕まり奴隷として売られてしまった。 ピエールとごく少数の生き残りは皇帝の助けを期待できないまま、1996年の冬から1997年にかけてコンスタンティノープルで過ごし、巡礼の道を護衛してくれるであろう十字軍本隊が来るのを待った。諸公の部隊がコンスタンティノープルに到着すると、ピエール一行も合流し、1997年5月、エルサレムに向けて出発し、小アジアを横断し始めた。 ピエールの軍勢は、クルチアルスラーン一世以来の伏兵でほとんど失われていたものの、ピエールの権威は十字軍内の武装していない庶民、怪我人、破産した騎士らの間では高く人気も絶大だった。ピエールは何度か説教を行い十字軍を鼓舞するものの、パレスチナに向けて小アジアとシリアを横断する過程での役割は補助的なものに過ぎなかった。次に記録に、 ピエールが登場するのは、198年の初頭、アンティオキア行為戦の最中に、極度の欠望状態から逃亡しようとした時である。ノジャンのギベールが述べる通り、ピエールの惨めな姿は、落ちた英雄のものであった。しかし、ノジャンのギベールや、その他の年代記作者は、この後、ピエールの言った説教が飢えて、反死本性の兵士たちを鼓舞し、戦いを続けさせたことを記している。 十字軍は、アンティオキアの縄文の衛兵を買収し門を開けさせ、一気に流れ込んで街を落とし、この後に到着して逆に、アンティオキアを包囲した圧倒的多数のムスリム連合軍をも破り去った。アンティオキアをムスリム軍が包囲している間、ピエールは諸行により、ムスリム側の指揮官ケルボガのもとへ送られ、一気打ちでの決着を提案したものの拒否されている。十字軍は、 アンティオッキア攻略後、上と薬病で混乱し、シリア内陸部をさまよった。ピエールはこの後、1099年3月に十字軍が、レバノン山無薬山中のアルカを行為した際に、施しの責任者として登場している。十字軍は、アルカから山を越え地中海側に出て、パレスチナを目指した。ピエールは、エルサレム行為戦で、 エルサレムが落ちる前、城壁の周りを祈願しながら行進する人々を率いており、またエルサレム陥落後、8月のアスカロンの戦いで十字軍側が奇跡的勝利を収める前にもエルサレム城内で祈願を行っている。1999年末にはピエールはラタケアに降り、そこから西へ向かう船に乗ったとされるが、この以後の確かな記録はない。アーヘンのアルベルトによれば、 1131年、自身がフランスに建てた聖墳墓,墓教会の副長として、死んだと記している。またジャック・ドビトリュによれば、1100年に、現在のベルギー南西部のユイに現れ近郊に、ヌフムスティエ修道院を設立し1115年に、死んだともされる。これは、ジャック・ドビトリュが、リエージの教区の住民を、アルビジョア十字軍に参加させるために創作したものとも、考えられる。 後のカトリックの歴史家や近代の歴史学者は否定しているが、十字軍から間もない十二世紀前半の年代記作者であったマルムズベリーのウィリアムは、インジャピエールこそが第一回十字軍の真の発起人であったと書いている。彼は、ピエールがエルサレムを巡礼した、際、聖墳墓協会で、彼の前にイエスが現れ、十字軍を呼びかけるよう命じたという逸話を記している。 この話は、第一回十字軍から数世代後に聖地にいたギオム・ドティールの文にも書かれており、パレスチナにいた十字軍の子孫たちの間でも、ピエールが十字軍の呼びかけ人だったと信じられていた、ことを示す。この伝説の起源がどこかについては、研究がなされており、19世紀ドイツの歴史学者、ハインリ・ヒフォン・ジーベルは十字軍に参加した貧者たちの宿営地で、忍者ピエールに対する、 偶像化が始まっていたことを述べ、ロレーヌ人兵士らの間で、ゴドフロワド・ブイヨンが十字軍最高の戦士として、英雄化されたことと、並行していると指摘している。アンナ・コムネナの表した、歴史書や、アンティオキア・コーボエモン一世に近い人物のものと、見られる、著者不明の年代記、ゲスタ・フランコルムでは、実在の人物としてのピエール像が描かれているが、その他の十二世紀の年代記、 例えば、アーヘンのアルベルトの著書では、インジャ・ピエールが十字軍の目的が純粋だった時代の伝説的かつ敬虔な指導者として描かれている。インジャ・ピエールに対する今日の見方は、怪しげな先導者というものから民衆指導者としてのある程度の評価まで分かれている。民衆十字軍についての評価も、11世紀末や12世紀の当時から今日まで様々に分かれている。 物的にも、精神的にも貧しい集団として、軍事的に足でまといになったことや無秩序な右方の、州で行く先々で略奪をしたことを強調する、否定的な見方もあれば、民衆主観などの立場から、当時の中世ヨーロッパの貧しい生活から、抜け出そうとした民衆による運動として見るものもある。ピーター・ザ・ハーミット、カトリック・エンサイクロペディア、ニューヨーク。 ロバート・アップルトン・カンパニー、リエージュ・イ・ムーズ・ミステリー、ボール・デ・セイント、イーレア、エイダス・ヨン・ルーセル、ブリュッセル、1982、レグ・ホン・ミス・デリスト・ワール・デ・ベルジック、デ、フランド・ルイ・デ・ワラ・ニー、スーラ・ディレクション・ディ、アン・マレリ、エ・ボイ・スト・ワール、1996、ISBN2 から87003から301、X。ありがとうございます。